ボルカメリア族は、皮脂植物で、ヒソ科の植物である。熱帯地方の、あらゆる地域に生育している。多くは、沿岸にて生育している。ボルカメリア族の植物は、ほとんどが、低木、また、はつる植物である。香りの良い花を咲かせる。果実は成熟すると黒や茶色に色づき、中には、種子が4個ある。ボカマリアアアキアリアタと、ボカマリアグラブラは、 熱帯の干渉植物として栽培されている。ボカマリアヘタラファラは栽培品種として栽培されている。イボタクサギは砂防として植えられている。ボカマリアアサービアナビス、ボカマリアアキアリアタエル。 ボカマリアアグリゲイタマブ、アンド・ YW ユアン・ボカマリアエリオフィラマブ、アンド・ YW ユアン・ボカマリアクラブラマブ、アンド・ YW ユアン・ボカマリアヘタラ・ファラ・ポアレ、ボカマリア・アナーマス・エル、イボタクサギ・ボカマリア・ライガストリーナ・ジャック、ボカマリア・モリスマブ、アンド・ YW ユアン・ボカマリア・ピッチエリマブ、アンド・ YW ユアン・ボルカメリア族は1753年に、リンネによって命名された。 オックスフォード英語辞典によると、ボルカメリア族は、ドイツの植物学者であるヨハンゲオルク・バク・ケイマーに、ちなんで命名されたとされるが、他の資料では、彼の息子であるヨハンゲオルク・バク・ケイマー、ザ・ヤンガー、あるいは、別のドイツの植物学者であるヨハンクリストフ・ボ・ケイマー、にちなんだとされる。1895年、ジョン・アイザック・ブリクエットは、草木族を幅広く定義し、 それによりボルカメリア族はロテカ族、オビデダ族と共に草木族に含まれた。2010年分子系統学の DNA 分析によりボルカメリア族の草木族からの再分離が提案されている。ありがとうございます。